ヤシャゲンゴロウは、高中木ゲンゴロウかメッスジゲンゴロウ属に分類される昆虫の一種。日本の福井県南城郡南越前町のヤシャガイケのみで分布が確認されている固有種である。体長は14.5から16.0ミ、mm、リメートル。メッスジゲンゴロウと、極めて近縁で、アッシュとして記載されていたこともあったが、1985年に独立種とされた。 メススジゲンゴロウとは、メスの上羽の上高が浅く不明瞭で毛が密生していない点で区別される。オスは、メススジゲンゴロウとほとんど区別がつかない。飛んでいる姿は確認されておらず、生息域の移動の可能性が少ないと考えられている。イモリが天敵であるが、幼虫である時期が、モリアオガエルのオタマジャクシの時期と重なり、減少が抑えられ生態系のバランスが保たれている。 晴れた日には、活発に池を泳ぎ回っている。5月下旬マイナス7月初旬に朽木に散乱する。約10日で孵化し、幼虫は2回の脱皮の後、約20日で岸辺の砂地に繭を作りさなぎになる。その後約8日で浮かし成虫となり、冬に雪で覆われ池の底の落葉に身を寄せて越冬する。一生を通して、肉食で幼虫は、ミジンコ類などを餌とし、 成虫は、ヤシャガエケに生息している、モリアオガエル、クロサンショウオウのオタマジャクシやトンボのヤゴ類などを餌と、する。絶滅危惧アイビールイ環境省による、レッドリストの絶滅危惧アイビールイ、及び、福井県による、レッドリスト絶滅危惧アイビールイの指定を受けている。種の保存法にて、国内気象野生動植物種に指定されている。ヤシャガエケは、周辺から数カ所から、 湧き水が流入し、年間ほぼ同じ水量を保っている。ヤシャガイケの水質がよく低温であり、餌となる小動物が豊富に生息していることなどが生息条件となっている。ヤシャガイケでは個体数は多いものの、生息地が非常に限定的であるため気象性が高い。岐阜県のイビ川町と福井県の南越前町の両側から、 山岳道路と登山道の整備により登山者と観光客の往来が増えて生息地が汚染されつつあり絶滅が危惧されている。近畿中国森林管理局福井森林管理所による調査により以下のように個体数が推定されている。また福井大学でも2004年度から生息数の調査が行われた。餌となるミジンこの個体数の調査も行われた。 2005年12月16日に農林水産省と環境省がヤシャゲンゴロウ保護増殖事業計画を発表した。2006年6月22日に福井県のふもとの地区でヤシャゲンゴロウを育てる会が発足した。希少生物ヤシャゲンゴロウの飼育、人工繁殖を実施、飼育場を利用した環境教育を実施している。ありがとうございます。